皆さんこんにちは、たそがれナイスです。リアルデイズ100デイズ67日目やっていきましょう。それではスタート。はい、ということでレッツゴー。はい、前回ね、ショガチャ 大敗北したということでね、今回は、こちらですね、あのエンチャント台持っていきましょう。もうエンダーマントラップへ、そして、全力でね、エンチャント台をぶん回し、なんか欲しいものをいっぱい作りたいと思います。なんか荷物がパンパンだな。とりあえずこの辺を持って、この辺は全部いらないやつだからよくて、チェスト1個持っていくか。で、荷物がパンパンなのでこれ以上何も持ってないですね。とりあえず必要ないものを全力でしまっていきます。もう前回なんか無意味に持ったものをなんか今回虚無にしまうっていうね、まあそんな始まりも悪くはないというか、まあ悪いんですけど、全然悪いんですけど、そんな始まり全然嫌なんですけど、ディスペンサー、頭皮の板材とかは、まあ、この辺はいらないかな。で、溶岩入りバケツも一旦はいらないのでしまっておきますか。しまっておきまして、エメラルドもしまっておいて、チェストでしょ、くり抜かれたカボチャもいらなくて、ガラスとかもいらなくて、ガラスいらなくて、まあ、とりあえずこんなもんか。なんか足場持ってんな。足場いらないっすね。足場いらないので足場もしまっておいて、で、あとは、あとは、あと、ラピラスがたくさん欲しいのと、鉄が欲しいのと、ダイヤモンドを持っていきたいかな。ダイヤモンドを持っていって、まあ、作業台は向こうあるとして、この辺は混ぜるやつだから持っていく。この辺も混ぜる。これも混ぜる。まあ、こんなもんか。まあ、金ブーツが若干欲しいぐらい。ソウルスピード、まあ、ソウルスピード2か。まあ、いっか、ソウルスピード2で。で、鉄持って、鉄でね、金床を作っていきます。金床さあどっちなんでしょうね。さあ作りまして、よし、これでね、まあ大体持っていくものは多分大丈夫だと思うので、ではいざ、あそこエンダーマントラップへレッツゴー。ここね、なんか登るのなんかもうちょっと早くならないかな。これさ、時間が無限だったらね、ここ余裕で水流エレベーターに変えるんですけど、まあ時間が有限な世界なためね、まあそれはできないということで、まあそんな悲しみに暮れつつね、やっていきたいと思います。てか、本足りる ?31 で。あ、待って、違う、あれを持っていこう。エリトラ来て。いやー、エリトラこれは、オフハンドです。さ、エリトラを来まして、よしっと。あれ持っていきましょう。そう、あれ。あれってどこに入ったっけ?多分、ここかな?あれ、そう、これ、石臼。石臼持っていきまーす。ということで、多分飛んだ方が早いかな。飛んだ方が早いと思いますので、よいしょっと。でね、これね、実はサトウキビに絶妙に高さが足りない。サトウキビにね、花火の判定が座れるんですよね。ということで、よし。まあ、いっか。さあ、とりあえずね、エリトラのまま、エンドポータル、エンドポータルじゃないです。ネザーポータルに入りまして、の。まあ、このまま飛んでっか。さあ、飛ぶのがね、まあ、一番ではないか。まあ、なんだろう、エリトラってね、なんかマイクラにおいてはね、まあ結構早い方ではあるんですが、一番早いわけではないんですよね、別に。一番早いのって今なんだっけ?多分、製氷ボートかな?製氷ボートが一番早いはず、今。今はね。昔はね、ドーピング馬っていうのがあったんですけど、昔はドーピング馬っていうのがあったんですけど、多分今はなくなったんじゃないかな。今は多分できなくなったはずなので、修正されて今はできないはずで、それ、確かね、昔のやつは反映されたままのはずなんですけど、まあ、昔じゃないやつって言うと変な、あれですけど、変な言い回しですけど、と昔じゃないやつはもうできなくなったはずです。まあ、昔のやつはね、多分そのままのはずなんですけどね、あ、そのままだったかな?修正されたんだったかな?そう、ドーピング馬っていうね、馬になんか俊敏のポーションをぶっかけて繁殖させるとなんかめっちゃ速くなるっていう、そういうね、なんかバグ技があったんですよね。で、まず修繕からやっていきたいので、まあとりあえずこれだけでいいか。この辺はこの辺は修繕がついてるやつだから、とりあえず修繕ついてるやつを全力で修繕していきます。じゃあ喋るから修繕していきます。おらいおらいおらい。まあエンダーパールはね、もう拾うのは諦めましょう。これはもう どうにもならないので諦めましょう。さあ、こんな感じでね。うわー、すごい。すごいすごいすごい。すごい勢いでエンダーマンが降ってくる。すごいね、これ。うん。まあ、エンダーパールは、もう、チェストが埋まっちゃった。
もうチェストが埋まっちゃった。これさ、優先的にはこっちが優先で修繕されるのかな、多分。こっちが優先で修繕されて、今ね、修繕するものを6個持っているため、まあ、結構ね、修繕遅いんですけど、まあまあ、それはね、まあ、しゃあないのかな、みたいな。まあ、多分 6V、この防具のね、装備が終わったら、装備が直ったらね、なんていうの、他のもね、一瞬で直っていくと思います。で、あ、待ってー。このさ、あ、ん?あー、もう持ってくるの忘れたじゃん。あー、もう持ってくるの忘れました。エンチャント台持ってくるの忘れました。ということでね、まあ、葉っぱもね、持ってくるの忘れたので、まあ、葉っぱもね、後で取りに行くということで、まあ、そんな感じでやっていきましょう。いやー、治る速度えぐーい。治る速度えぐすぎて草。なんかさ、時々出てくるんだけど、こいつは何?この時々出てくるやつ何なんですか?ちょっとなんか、ちょっとよくわかんないですけど、あ、待って、壊れたかもしんねえ。あ、壊れたこともない、壊れたことはないらしい。え、なんか目あったらしい。なんかね、運が悪いとね、たまにね、壊れるらしいんですよね。このエンダーマントラップ。で、直すのが地味にめんどくさいっていうね。まあ、そんなこともありつつ、あー、もう直りましたね。次がシルクタッチかな?シルクタッチを直していきたいので、シルクタッチを直していきます。もうエンダーパールが溢れに余ってて草。これシルクタッチだよね、確か。シルクタッチですね。で、お前らさ、なんでそっちに化けるわけ?え?待って、お前らなんでそっちにさ、ワープできるわけ?あれ?このさ、敵が化けないブロックってワープ対象にならないはずなんですけど、なんか知んないけどワープされてますね。なんでなんでしょうね。経験値やばすぎて草。経験値一生吸ってるんだけど。経験値一生吸ってて草。あと修繕するものはおそらくないので、まあ、とりあえずこれでいいか。とりあえずこれでよくて、これは違うな。これと、盾持って。で、いいやと。レベルが、すごい勢いで上がっていく。じゃあ、混ぜられるものだけ混ぜちゃおっかな、先に。まず、金床を置きまして、金床を置いて、どれを混ぜるんだ?まず混ぜるものは?これか。これとこれを多分混ぜればいいかな、多分。多分これとこれを混ぜればいいと思いますので、ダイヤモンドのツルハシ2に、これで一応最強だよね。あと必要なものないはずだから、ダイヤモンドのツルハシを、これ名前つけましょうね。名前つけてギリギリだ、レベルが。何しましょう?幸運でしょ?まあ、100なる。まあ、一応ね、今回100なるシリーズにしようかなと思ってるので、何がいいと思いますか ?100 なる幸運。幸運ってさ、そのままつけるとさ、あれだからさ、なんていうの?まあ、花園の幸とかにしようか。花園の、サーチと、まあ、そんな感じにしておきましょう。ということで、100なる花園の幸という名前をつけておきます。ドーンと、オッケー。で、待ってね。全角から半角に変えて、で、ここからね、さらにレベルを上げていきます。さらにね、レベルを上げていきます。次混ぜるものは何だ?次混ぜるものは?次混ぜるのは、混ぜるものなくない?次。これは耐久3だけ。あー、これとこれを混ぜなきゃいけないのか。これとこれを混ぜて、か。まあ、あとあれか。これがあれだから、効率強化もう1個混ぜなきゃいけなくて、確かね、チェストを1個持ってきてるはずだから、チェストを置いて、チェストを置いて、で、チェストを置いて、この辺にね、なんか、いらない、なんやねんお前。いらないもの、いるものをね、しまっていきましょう。こっちで使うものをね、ガンガンと、本とかね、そういうものをね、しまっていきます。まず、名前考えてる時間、虚無すぎるな。よーし、よしよし。さあ、とりあえず、まあ、これ、多分、帰ってきても一瞬で上がるので、エンダーパール邪魔すぎ、いらなすぎ、ワロタ。この辺全部しまって、これはこっちで使うから、これでよくて、鉄はちょっと全部置いとくのやめようか。まあ、20個持って帰ればいいか。で、これと、石臼、砥石ですね、砥石と、一生レベルが上がり続けてて草。ダイヤモンドは、まあ、置いていっていいか。で、作業台が欲しいんだよな。作業台欲しいんだけど、本は置いていってよくて。とりあえずエンダーパールがいらないので、エンダーパール捨てたいんだけど、エンダーパール捨てれる場所も、
今はエリトラじゃない、オッケー。まあ、ここね、走るときはね、エンダーパールかどうかをね、しっかりと確認しなければいけません。これ、エンダーパールでさ、ホイってやってもいいんだけどさ、ワンチャンさ、外れてさ、死ぬ可能性がなくもないんだよな。一応ね、エンダーパールって奈落に行ったときはね、ワープ判定起きないはずなんですけど、なんかこの壁とかにぶつかってさ、なんか変な落ち方すると嫌だなって思ってさ、てか普通にさ、こっちに帰ってくるんだったらロケット花火でよくないですか？うん、こっちに帰ってくるんだったら別にエリトラでよかったですね。まあ、そんなこともね、いつね、やっていきたいと思います。いやー、マジでさ、なんでエンチャント台を忘れてくるかな？まあ、葉っぱをね、忘れてくるんだったらね、まあ、100歩譲ってよしとしますけど。さあ、とりあえずエリトラを来まして、エンダーマンと目が合わないように飛んでいきます。エンダーマンと目が合うとね、めんどくさいので。よいしょっと。でね、ジャバ版ね、このエリトラのね、滑空をね、キャンセルできないっていうね、めんどくさい仕様があるんですよね。では、シルクタッチ、シルクタッチがあるはずなので、シルクタッチのね、ツルハチで、これね、エンチャント台回収していきましょう。待って、このさ、エンダーパールいらなすぎるんだけど、マジで。エンダーパールポイポイしていきます。ポイ、ポイ、ポイ。エンダーパールマジでいらなすぎる。まあ、これもね、多分インベントリーを埋めての、後々はね、インベントリーを埋めて、そんな感じでやっていくのかな、みたいな、そんな感じですね。ちょっと何言ってるかわかんないと思うんですけど。さあ、これね、斧じゃないから、時間がかかる。なんか、斧にね、視力タッチつけるのってね、あんま良くないんですよね。あんま、でもね、なんか、たまに必要になるからさ、困るんだよなって思う。斧ね、あれなんですよね。基本的に木を掘るときに、視力タッチがついてると、葉っぱがね、葉っぱになっちゃうので、なんか邪魔なんですよね、割と、インベントリが。なのでね、あんまりね、斧の視力タッチ、斧の視力タッチはね、あんまアイスさんは推奨しないんですよね。なんですけど、このね、こういう、本棚とか、あと、蜂蜜かな蜂の巣かな蜂の巣とか、その辺を取るときに必要なんですよね。視力タッチ。まあ、一応この辺はね、斧じゃなくてもいいんですけど、斧が一応適正ツールではありますので、まあ、斧のシルクタッチあったら嬉しいよねっていう話で。登りきれる、OK。ちょうどいいですね。よいしょっと。では、もう一回参りまーいる前に。はい、もう一つね、忘れ物ありましたので、もう一つね、しっかり持っていきましょう。よいしょっと。必要なもの、葉っぱですね。一応、拡張用に葉っぱが欲しい。土地の拡張用にね、葉っぱがちょっと欲しいので、葉っぱもらっていきまーす。よいしょっと。では、ロケット花火で上へ参りまーす。これね、直上するよりね、若干斜めに上に飛んだ方がね、上への飛距離が、上への飛距離が伸びるっていうね、そういうね、豆知識も交えつつやっていきます。何なんでしょうね。まあ、一応ね、まあ、抵抗が、重力の抵抗が激しいのはわかるけど、普通に考えればね、まっすぐ上がった方がね、飛距離は出るはずなんですけど、まっすぐ登るとね、案外ね、失速するのが早いっていうね。まあ、そんなこともありつつ、これさ、もうさ、横着していいっすか？横着してよくない？ダメかな？ちょっと横着しまーす。あんまりね、こういう横着はやらない方がいいんですけど、やらない方がいいんですけど、よし。セーフ。では、ここからね、土地を拡張していきたいかな。土地を拡張するというか、なんというかですね。まあ、この、これ、名前が出てこなかった。エンチャント台ですね。エンチャント台をエンチャント台を置いていきたいので、まあ、ここを破壊して、シルクタッチで、まあ、回収すればいいか。シルクタッチで葉っぱを回収しの、まあ、落ちなければいいということで、まあ、落ちない感じにやっていきたいと思います。まあ、ここ 3×3 で広げて、で、壁を本棚にして、で、この真ん中に置いて、みたいな、そんな感じでやっていきますか。あ、でも壁、あれか。壁あれだな、そうだな。壁があれ。ということは、まあ、壁があれか、そういうことだな。壁をね、本棚にすると、あれだな、壁にならないな。ということにアイスさんは気づいたので、こんな感じにして、本棚を適当に置いていきます。本棚をこんな感じで置いて、ちょっと足りないな、4か。こことかでいいかな。まあ、こんな感じで、本棚を置いて、ここ落ちないように多くの葉っぱで囲っておく前に、この上にね、エンダーマン湧かないように、この上もね、しっかり湧き潰し、しておき。ます。OK。さあ、しておきまして、で、ここに、エンチャントテーブルを置きまして、
まあ、これでね、多分30まで、あ、これはないか。まあ、これでね、多分30までエンチャントできるはず。金床がもう壊れそうです。金床早いね、壊れるの。ではね、修繕するものを、君はちょっと修繕しておこうか。君を若干修繕しておけばいいかな。ということで、修繕をしつつ、さあ、レベルをね、ガンガン上げていきまーす。エンダーパール、マジでいらねー。さあ、ガンガンと攻撃しまして、エンダーパール、本当にいらない。本当にいらないんだけど、どうしよう。エンダーパール、なんか、捨てるゴミ箱欲しいな。まあ、ゴミ箱欲しいけど、まあ、ないものはないということで。よしと、さあ、この辺から若干エンダーパールを捨てて、エンダーパール捨てて、なんか、必要なものまで捨てそうで怖い。エリトラなんて捨てた日にはね、もう目も当たられませんから。よしと、とりあえず適当に捨てて、葉っぱは、な、若干しまっとくか、若干しまっておいて、これ本当はね、インベントリ埋めたいんだけど、インベントリを埋めるとね、めんどくさいんだよね、って思いつつ。まず、ダイヤモンドの剣が、若干欲しい。ダイヤモンドの剣が耐久力と、あと何が欲しい？あ、待って、修繕のエンチャント本持ってくるの忘れたー。で、あと、ダイヤのツルハシも効率強化が若干欲しいので、とりあえずその2つかな。で、その2つを作っていきたいので、まずエンターチェストを置いて、エンターチェストを置きまして、この中に作業台がありますので、作業台を置きまして、作業台を置いて、で、湧き潰しをしておきまして、湧き潰、待って、松明の方がいいかな。松明で湧き潰しておきましょう。で、これ、松明湧き潰しになってんのかな？なってると思うけど。で、剣と、ツルハシ。まあ、とりあえずこの二つでいいかな。まあ、この辺も効率強化若干欲しいけど、まあ、いいや。で、本は持っている。ラピスラズリ持っている。まあ、とりあえず、こちらね、エンチャント台回していきましょう、ガンガン。まず、虫特攻いらないですね。こちらが、効率強化、あ、いいじゃないですか。ではね、とりあえずはこちらですね、ツルハシの大効率強化をつけていくという形でやっていきますか。さあ、とりあえず、ガーンと殴って、まあ、30レベルなんてね、一瞬でいきますので、これさ、若干さ、このエンダーマンの当たり判定、このエンダーマンのいる場所がさ、広いっていうのがめんどくさいんですよね。なんか、できればね、1マスか2マスぐらい、まあ、せめて 2×2 ぐらいのね、空間にいてくれれば嬉しいんですけど、まあ、そうも問屋はね、下ろしませんので、さあ、とりあえずダイヤモンドツルハシに、効率強化をつけまして、ガーンと、まあ、耐久もつけましたと、耐久がついたということは、あれいらなくなりましたね。さあ、次が、ダイヤモンドの剣、耐久か、耐久が欲しい、ダメージとかも欲しいけど、まあ、耐久もらうか、まあ、耐久もらいましょう。さあ、耐久をもらっていきます。耐久、お、ダメージとかいいじゃないですか。これで完成か？あ、完成ですね。オッケー。いいじゃないですか。オッケー。じゃあ、あとはエンチャント本を回すだけかな。エンチャント本、範囲ダメージ増加3だー。待って、範囲ダメージ増加3も一発で積もっていくんだ。いいね、それ。マジでエンダーパール邪魔。これさ、これチェストじゃなくてさ、ゴミ箱にした方が良かったかもしれない。多分ね、ゴミ箱にした方が良かったと思います、今。今思うと、そっちの方がいい気がする。では、頭皮の歯を、まとめて、本に、エンチャントしまして、範囲ダメージ増加3ですね。さあ、範囲ダメージ増加3はもう一つ欲しいですね。射撃ダメージはもうマックスまでついているはずなので大丈夫。では、一発回しまして、次が、ダメージ増加3はもういらないので、もう一発回します。ラピスラズリがなくなる。範囲ダメージ、射撃ダメージですね。射撃ダメージはいらないため、回す。必要なもの、上に残しておきましょう。さあ、こちらが耐久3。耐久3は欲しいな。耐久3欲しいので、こちら、次こちらですね。ほいっと。さあ、埋めて、イメトリ埋めて、殴る。まあ、しばらくね、この作業が続くと思います。これさ、間に合うのかな？主にネズライト掘り。ネズライト掘りが間に合うのかどうかがとても疑問です、アイスさんは。よいしょっと。まあ、ネズライト掘りと、あとダイヤ掘りさえ終わってしまえば、まあ、あとはね、もうウィザーとかはそんなに時間がかからないと思いますので、お前らさ、なんでそんなさ、外に出てくるわけ？まあいいや、とりあえず、まとめて、よいしょ、まとめて、葉っぱをまとめて、これ、ちゃう、これか。で、耐久3ですね。耐久3をもらいまして、お次が、ダメージとか3いらない。次が、虫特攻いらない。さあ、ガンガンね、上げていきます。高速装填もいる。あー、水中採掘はある。ある、オッケー、大丈夫。水中採掘あるから、まず、次。落下耐性？
エンパいらない。お次が火属性。あ、水中採掘いらないね。あ、ラピュラスが。ラピュラスが。もう持てなくなっちゃった。とりあえず、この辺はいるやつ、いるやつしまって、ラピュラス持って。で、本日終了でーす。はい、本日終了でーす。はい、ということで、67日目、お疲れ様でした。こっからね、ガンガンエンチャントを回して、フルエンチャントを目指していくという形になっていくと思いますので、まあ、70日目ぐらいまでには、なんとかね、エンチャント完成させたいと思いますね。ということで、そんなこんなで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。